砂川遺跡遺跡1砂川遺跡は、埼玉県所沢市三ヶ島三丁目1075番地、他に所在する旧石器時代の遺跡である。1969年6月27日に、所沢市の史跡に指定されている。また、出土遺物のうち、ナイフ型石器35点、堀木1点、石角2点、縦長白片59点。 接合資料40点は1993年1月20日に国の重要文化財に指定された。川越大一条に立地する。標高105メートル、遺跡の南側を流れる柳瀬川との飛行差は20メートルを測り、遺物の散布状態から6地点の遺跡が確認されている。そのうちの3地点に対して、1966年に、 明治大学考古学研究室によって、1973年に、所沢市教育委員会によって、発掘調査が行われ、ナイフ型石器を使用力とする時期の石器がまとまって、出土した。本件は、ナイフ型石器35点、堀木1点、石角2点、縦長白片59点、接合資料40点から構成され、これらは、出土地点により2群に分けられる。 調査、第2軍イコール1973年調査。砂川遺跡の石器は、ナイフ型石器を主に、堀木、縦長白辺で構成され、石槍などを含まず、全体的に機種が少ないことを特色とする。ナイフ型石器は、北海道を除く本州、九州、四国地域で普遍的に使用された石器であり、その用途は一つ、切断などの万能力と言われ、 地域による、形態差がある。砂川遺跡出土のナイフ型石器は、関東地方を代表する、モロ型に属し、石角から縦長の白片を剥がし、それを斜めに断ち切るようにして発伏加工を行い、細身の柳葉型に仕上げている。また、石角や、接合資料も、ナイフ型石器の製作技法を復元する上で、書くことができない異物である。 砂川石筆土品は、石器の製作、使用、欠損、廃棄の流れ、および原材料である岩石の持ち込み、持ち出しの状況を明らかにする内容を持つ。これらは、旧石器時代の人々の生活、居住の最小単位、および石格や石器を携えた人々の動きを研究する上で貴重な文化財であり、また、関東地方を代表するナイフ型石器の時期の石器の、 組み合わせ、制作技法をよく示すものとして価値が高いとして、国の重要文化財に指定されている。また、石器出土地点も所沢市指定史跡となり、砂川遺跡都市緑地として整備されている。ありがとうございます。